の政治家、教諭、新潟県柏崎市長、元柏崎市議会議員。戸籍上の正しい表記は、桜を旧事態にした桜井正宏で、柏崎市役所のウェブサイトにも、戸籍上の名義で表記されている。新潟県柏崎市生まれ。1981年3月、新潟県立柏崎高等学校卒業。 1986年3月、早稲田大学教育学部国語国文学科卒業。同年4月、女子美術大学附属高等学校、中学校の教諭となる。1991年4月、柏崎市議会議員選挙に初当選。同年7月、学習塾を創業。2003年に4期目の当選。2004年11月14日に行われた。 柏崎市長選挙に柏崎刈羽原子力発電所の再稼働容認を訴えて立候補するも落選。元長岡市役所職員の間用が自民党と公明党の推薦を受けた現職の西川、正澄、桜井を抑え初当選した。投票率は71.85%。2008年の市長選に再び原発再稼働容認を訴えて立候補。 現職の間に、僅差で敗れる。投票率は71.42%。2016年9月28日、次期市長選への出馬を表明。市長選は11月20日に行われ、原発再稼働反対派の竹内栄子を破り、初当選した。投票率は64.06%。12月6日、市長就任。 2020年11月15日の同選挙で、元参議院議員の近藤正道を破り再選。ありがとうございます。